こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。解約7戦。この1年の楽天経済圏の悲惨な現状について解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。このチャンネルでは2019年頃に楽天経済圏のお得さについて紹介しました。それから約3年。楽天経済圏は超大赤字の楽天モバイル事業が足を引っ張って解約が続いています。2022年1月、2月、5月。このぐらいたくさん過去動画でも解説してきました。 しかし、この解約ラッシュ、まだまだとどまるところを知りません。最近も新しい解約が発表されて大きな話題になりましたね。というわけで、この動画では、ここ約1年の楽天経済圏の解約内容7選について解説します。1年前の解約内容も含まれますが、そんな解約があったなんて知らなかったよって人もいるでしょうし、年単位でのトレンドをつかむ上では、復習がてらいい勉強になるかなと思います。 動画の終盤には結局楽天経済圏はどのぐらいお得なのかっていう簡易シミュレーションもするのでぜひ最後まで見ていてください楽天経済圏を使い続けるかそれとも別な経済圏に乗り換えるか判断材料の一つにしてもらえたらなと思いますそれでは本題に入りましょう楽天経済圏の解約7選結論次の7つです楽天の保険たつ楽天カードの SPU 対象外楽天銀行たつ楽天カードの SPU 条件変更 楽天銀行足す楽天カードの月間ポイント上限変更。お誕生日ポイントの付与終了。楽天ブックス楽天コボのポイント付与上限変更。楽天市場アプリの SPU 対象外。楽天カードのポイント付与条件変更。もういっぱいありますね。順番に見ていきましょう。ちなみに SPU というのはスーパーポイントアッププログラムの略ですね。 楽天グループのサービスを使えば使うほど、買い物時のポイント還元率が1%、2%、3%って増えていく。そういうプログラムのことですね。このスーパーポイントアッププログラムを使いこなす、イコール楽天経済圏を使いこなすってことです。解約一つ目、楽天の保険足す楽天カードの SPU 対象外。これは2022年4月以降に適用された解約です。 今までは楽天の保険の保険料を楽天カードでお支払いすると SPU がプラス1倍だったのが SPU 対象外になりました。以前は楽天の保険の保険料を楽天カードで支払うと還元率がプラス1%になりました。だから楽天市場でよくお買い物をする人は月額150円、年間1800円とかの保険に入ると SPU のおかげで保険料以上のポイント還元が得られるので保険とポイントがタダでもらえるみたいな感じになってたんですね。 でも今は完全に使えなくなりました。解約二つ目。楽天銀行足す楽天カードの SPU 条件変更。こちらは2022年7月以降に適用された解約です。今までは楽天銀行の口座で楽天カード利用代金の引き落としをすると SPU がプラス1倍だったんですけど、こちらが楽天銀行口座で楽天カードの利用代金の引き落としをすると SPU プラス0.5倍。 さらに、前月に楽天銀行で給与や賞与、年金を受け取ると SPU プラス0.5倍になったんですね。要は、楽天銀行を給料や年金の振込口座にしてくれないと、プラス1%にはしてあげないよってことですね。今までと同じ感覚で使っている人の中には、いつの間にかプラス0.5%になってしまっている人もいるかもしれません。解約3つ目。楽天銀行を足す楽天カードの月間ポイント上限変更。これは、2022年7月以降に適用された解約です。 今までは会員ランクによってポイント上限が決まってたんですけど、ダイヤモンド会員は1万5000ポイント、プラチナ会員は1万2000ポイント、ゴールド会員は9000ポイント、シルバー会員は7000ポイント、その他一般会員は5000ポイントが上限っていう感じだったんですね。それが解約により会員ランクによらず月間最大5000ポイントまでになったんですね。楽天は顧客をランク分けしています。楽天サービスをいっぱい利用してくれる人はダイヤモンド会員。 楽天サービスはあんまり使ってくれない人はレギュラー会員みたいな感じですね。さて、先ほど解説した通り、楽天銀行を足す楽天カードの組み合わせを使うと SPU がプラス0.5は1倍になります。例えば、100万円使ったら5000もしくは1万ポイントの還元がプラスされるみたいなイメージですね。還元の上限額が解約されましたっていう話です。どんな会員ランクでも5000ポイントまでしか還元されません。楽天カードのヘビーユーザーにとっては停滞解約ですね。 解約4つ目、お誕生日ポイントの付与終了。これは2022年9月以降に適用された解約です。今までは誕生日月に会員ランクに基づいて楽天ポイントが申請されてたんですね。ダイヤモンド会員は700ポイント、プラチナ会員は500ポイント、ゴールド会員は300ポイント、シルバー会員は100ポイントもらえてたのが全て廃止になりました。誕生日月にもらえていたポイントがもらえなくなりましたっていう話です。お誕生日おめでとう。はい、これがプレゼントだよ。 こういうことができるのも、懐が潤っている時だけってわけですね。楽天としては、人の誕生月を祝っている場合ではないのかもしれませんね。解約5つ目。楽天ブックス、楽天コボのポイント付与上限変更。こちらは2023年2月以降に適用された解約です。今までは、会員ランクに基づき、獲得ポイント上限が設定されてたんですね。ダイヤモンド会員が15000ポイント。プラチナ会員が12000ポイント。ゴールド会員が9000ポイント。 シルバー会員が7000ポイント、その他一般会員が5000ポイントだったんですけど、解約により会員ランクによらず、月間最大1000ポイントまでになりました。こちらも還元の上限額が解約されました系の話です。楽天経済圏には、楽天ブックスで月1回1注文で1000円以上使うとプラス0.5倍、楽天コボ、電子書籍で月1回1注文で1000円以上使うとプラス0.5倍っていう SPU があります。 それが今回の解約により還元の上限額は20万円 ×0.5% で1000ポイントになりました。以前は5000から1万5000ポイントだったんですけどね。つまり月20万円以上楽天市場でお買い物するユーザーにとってはそれ以上いくら使っても還元がされないってことです。ヘビーユーザーにとってはこれまた停滞解約ですね。解約6つ目、楽天市場アプリの SPU 対象外。そしていよいよここからが最新の解約です。 2023年9月以降に適用される解約になります。今までは楽天市場アプリの買い物で SPU がプラス0.5倍だったんですけど、今回の解約で楽天市場アプリの SPU 対象外になります。楽天市場でお買い物をする際、Web ブのブラウザを使って決済するんじゃなくて、楽天市場のアプリを使って決済するだけでプラス0.5%ポイント還元しますよっていう特典があったんですね。これが一切なくなります。アプリを使うだけでプラス0.5%。 これは楽天 SPU の中でトップクラスに達成しやすかった条件の一つです。これを聞いて、おいおい、ここにも手をつけるんかいって思った楽天ユーザーの方少なくないんじゃないでしょうか。楽天市場 e コマースは楽天グループの中核事業ですからね。ここのお得さを下げるような解約をするなんてってことで楽天経済圏に未来を感じなくなったよ。こういうユーザーが出てきてしまうのも仕方がないですね。解約七つ目、楽天カードのポイント付与条件変更。 そしてこちらが最新の解約二つ目、2023年9月以降に適用される解約です。今までは毎月のショッピング利用総額に対して100円ごとに1ポイントの付与だったのが、今後は1回のカードショッピングの利用金額に対し100円につき1ポイント、こうなるんですね。だいぶ細かい話になるんでまとめると、結論、楽天カードの還元率は実質1%を切りますよっていう解約です。 楽天カードのページに変更後のポイント認定について記載があるので引用します。こちらですね。例えば1ヶ月のうちにショップ A で3980円、ショップ B で5980円、ショップ C で2650円、ショップ D で1110円買い物をすると、 変更前は合計金額13,720円に対しポイント計算されるため137ポイント付与されてたのが変更後は1回の利用金額ごとにポイントが計算され合計で135ポイント付与1ヶ月で2ポイントの差が出るってことになります一月の利用金額にまとめて1%をかけるんじゃなくて1回ごとの利用金額について1%をかけるから切り捨てられてしまう金額が増えるってわけですねちなみに他のクレジットカードはどうなんでしょう 人気のある高還元カードの場合 D カードショッピングの都度計算 PayPay カードショッピングの都度計算三井住友カード1ヶ月の合計額で計算リクルートカード1ヶ月の合計額で計算といったところですかねまあ実態としては楽天カードの場合は還元率が0.98%から0.99%になるそんなイメージかなと思いますなので今後はリクルートカード年会費無料還元率1.2%合計額に対して計算 この辺のカードが、ますます人気を高めていくのかなっていう印象ですね。どうでしょう皆さん。この1年を振り返ると、楽天さん、いろんな解約をやってますよね。大きなところから手をつけて、小さなところにも隅々まで手をつけるっていう感じ。そんな細かいところまで解約しないといけないほど、辛い状況なんやなっていうのが正直な感想です。ここまで徹底的だと、今後良くなるだろうっていう期待は持ちづらいですね。さて、最後に簡単なシミュレーションをして終わりにしましょう。 楽天経済圏を使うとどれぐらいお得なのか結論はこの通り年率1.8%ぐらいの還元は狙えるこれですね前提条件は楽天会員であることそして楽天モバイル利用ダイヤモンド会員無料の方の楽天カードを利用そして楽天銀行を利用っていう状態でポイント還元が強化される0と5のつく日に楽天のセールに参加して5箇所以上でお買い物もしくはふるさと納税をするこういう条件です SPU の目安は約10倍ですね で利用金額はセール時の楽天市場での購入額年間10万円ふるさと納税含みますそしてその他の生活費のクレジットカード引き落とし額が月10万円かける12ヶ月これは楽天市場を使っていない金額ですねこうなると総額130万円に対してざっくり2万4000ポイントの還元があります還元率にして1.8%程度楽天に限らずこのあたりが〜何々経済圏の相場の基準ですね まあ年間2万4000ポイントというと月1000円から2000円のスマホ利用料ぐらいを払えてしまう還元額ですからまあ悪くはないですね先ほど話したシミュレーション金額の前提は比較的無理のない一般的な想定かなと思いますここをベースにもっと使う人はもっと還元率が高まるしこんなに使わない人はもっと還元率が低くなるしっていう感じで個々に差が出るイメージです自分の場合はどうかぜひ計算してみてくださいさて最後に念押ししておきます 何々経済圏の活用はこういう発想でやることをお勧めしますどうせ同じことをやるならたくさん還元があった方がいいどうせ月10万円クレジットカードを使うならどうせ月3万円通販サイトを使うならどうせふるさと納税をするならどうせ電子マネーを使うならポイント還元率が高いやり方がいいよねそういう発想ですもし先ほど説明した相場から離れた還元率をゲットしようと思ったらポイントを得るために追加の手間暇をかける必要が出てきてしまいます 要するに一度設定したら終わりじゃなくてポイントを取るためにあれこれと時間を使ってしまうってことですそういうやり方をすると時時間間のの手間暇ををかけててポイントトゲッすするつままり時給は2000円みたいななお仕事の世界観になってきます中にはあと500ポイントが欲しくて余計な買い物をしてしまったりポイント還元率を高めるためにそもそも割高なサービスを使ってしまったりっていう本末転倒なことをしてしまう人も出てくるかもしれません こういう罠にはまらないようにくれぐれも注意してください。僕としてはポイント関係は一度設定しちゃえばあとは自動的にお得になるよねっていう分だけで満足してそれ以上は他のことで稼ぐ方が効率もいいし伸びしろもあると思っています。まあ、とはいえポイ活のプロは副業レベルで稼いだりするのでその人の興味であったり好き得意次第ですけどね。自分とポイントの距離感よく整理しておいてもらえたらなと思います。まとめいきましょう。最後に今日の動画のまとめです。 今日の動画では、ここ約1年の楽天経済圏の解約7選について解説しました。この7つですね。楽天の保険たつ楽天カードの SPU 対象外。楽天銀行たつ楽天カードの SPU 条件変更。楽天銀行たつ楽天カードの月間ポイント上限変更。お誕生日ポイントの付与終了。楽天ブックス、楽天コボのポイント付与上限変更。楽天市場アプリの SPU 対象外。楽天カードのポイント付与条件変更。会員シミュレーションとしては、 楽天経済圏でざっくり1.8%の還元があることを示しました。皆さんのライフスタイルを前提によりお得な経済圏があるならそちらを選ぶのもありですね。ただ皆さん、ここからが一番大事なとこですけど、いつも言ってることですが、節約に関しては100点を目指さずに80点でいい。これを強く皆さんに伝えたいですね。ある程度以上にやるとコスパが悪くなるからですね。なのでその労力を仕事や投資に使う方がリターンが良くなります。 最近どこの経済圏も解約方向で話が進んでいます。なので正直どこの経済圏を使っても大差がなくなっていますね。そういう意味では引き続きどこかの経済圏を使うか使わないかでは差がつくんだけどどこの経済圏を使うかではあまり差がつかないっていう状況かなと思います。何々経済圏に関しては黄金時代は終わったっていう認識ですね。他の経済圏がゴリゴリ伸びているなら別なんですけどそうじゃないですからね。 ユーザーが賢くなる中でこれ以上還元できないっていうのが実態なんでしょう。以上を参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。オンラインコミュニティ、リベシティを運営しています。皆さんの資産を増やすのに最適な場所なので、興味のある方、この動画の概要欄からチェックしてみてください。今日が人生で一番若い日です。世の中は変化するものですから、状況の変化に応じて最適解は変わるし、今後の蓄財プランも変わります。 ななのので改めてて家計の状況を見直してもららえたらなと思います僕としては何々経済圏全般に対して期待度や労力を下げてその他のより蓄財効果が高そうなことに対して労力をしっかりかけるという感じでのシフトをおすすめします。何々経済圏っていう単行これ以上は掘ってもいいものが出ないよっていう感覚です。 とはいえ、完全に枯渇したっていうわけではないので、作業員、監視員を一人残して、自分は他のメンバーを引き連れて新天地へ、みたいな温度感がいいのかもしれません。ということで、これからもしっかり学んで行動して、JNN み歩んにいきましょう終わりたいと思います今日もありがとうございました節約は80点取ったら十分あとは稼ごうそれでは今日も一日を気をつけていってらっしゃい